The anger and agony of Jesus Christ. Correction of my mistake. 間違いの訂正です。口述775027の解釈について、イエス復活聖書というふうに説明していますが、正しくはユダヤ・ゲマトリアによれば、ね、77キリスト、5027ヤ・リアによればですね、七七キリスト、五零 聖書の27、カイという意味です。全体としては Christ is Biblical k i n つまり、キリストは聖書のカインであるという意味になります。間違いを訂正しておきます。For M Sakamoto, Leonardo da Vinci did not even exist or a puppet artist for Jesus Christ after 1500 years. Thank you. Leonardo da Vinci was a concocted artist in the Renaissance, and Leonardo did not even exist. His self-portraits were also concocted after Lucchinoletti and 3D printing technology, and even his name might have been concocted after Andrea del Verrocchio. Leonard was a puppet artist of Jesus after 1500 years, and that is why Leonard could leave his so-called masterpieces, such as maps of Imola and Florence, as well as Mona Lisa. Leonard was a puppet artist of Jesus after 1500 years. Here I can show you the evidence to prove this fact. ダヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。言うなれば1500年後のイエスのただの操り人形。2枚の肖像画が残っていますが、1枚はルカ・シノレルの顔に大きな鼻と髭をつけたもの。もう1枚は 3D プリンティングテクノロジーを使って作られた捏造画像。名前もベロッキオの名前の 文字を入れ替えてできた可能性があります。ダヴィンチの作品、例えば、イモラの地図、フロレンスの地図、それに、モナリザなどは、人間には書けるはずもないものばかりです。つまり、これらの作品を書いたのは、1500年後のイエス。1500年後のイエスでした。ここに、その証拠と証明をお見せいたします。広 ハママ・シティ・ジャパンこの動画は言うなれば総合ダイジェスト版ということになります私がダヴィンチを疑い始めたのはこのイモラの地図からです現在3枚の地図が公表されていますけども、まあ、どれがどれということは重要ではありませんどれも イモラの街、かなり上空から見て描かないと描けない地図だということです。あるいは写真で撮って、その写真を元にして作らないと作れない地図だということです。それをこの動画の中、ナンバー960で説明しました。そして一番下の地図などはですね、影まで描かれています。そして道の上に置かれた馬車まで描かれています。 向かって一番右の地図で、すねこれがイモラの地図だとというここですでこれに対して、イモラの町の中心部にあります、塔から、まあ、下を見てですね、このような地図を作ったというふうに説明してく,れくださった外国の方もいらっしゃいます。が、本当にそうでしょうか高い塔から下を見てですね、地図が書けるものなのでしょうか道路は、 家々の影に隠れて見えないはずです。で、今ここで皆さんにお見せしているのは3倍の地図の比較です。で、例えば塀などがありますね。そうした塀の影なども、まあ、書かれているということですね。そして、建物の間に隠れている家の歪んだ角度まで同じだということです。あるいは、 家の中の庭まで書かれているという点です。他にもダヴィンチはいろいろな地図を書き残しています。この後を紹介しますフィレンセ、つまり現在のフロレンスの地図などもその中の一枚ですけども、まあ、人間には描けるはずもない地図だということです。まあ、こうした地図が残っているわけですね。で、右の方が 実際の写真です。で、色を落としてみますと、山の、なんて言いますかね、表現の仕方、平野部の表現の仕方も同じだということです。で、これがイモラの、現在のイモラの地図です。で、私もこうして真似て作ってみたんですけどもね、下がダヴィンチュが500年前に描いた地図です。 道などは当時と比べてですね、現在は直線的になっているようですね。で、こう比較してみますと、細かいって言いますか、路地などは昔のままだということです。で、ここに点々がありますね、下の方にね。これはあの、馬車かと思われます。そうしたものまで、下の、まあ、なんて言いますか、ダヴィンチの書いたイモラの地図には書いてあるということです。 で、この辺が、まあ、空き地になっているのはおそらく火事か何かで木が、まあ、家がなくなったか、そして木も表現されてますね。そしてこの建物の間の中,に中のこの建物、やや歪んでますね。平行じゃありませんね。こうしたところも正確に描いてあるということです。で、この部分を外から見ても見えないということです。なあち、ダ・ヴィンチは人間には描けるはずもない地図を描いていたということになります。 もう一枚の地図を紹介します。フィレンツェ、つまり現在のフロレンスの地図です。で、これがダヴィンチの書いた地図です。これが実際の写真です。で、両者を比べてみますと、同じだということですね。そしてこの川が分かれているところありますね。それを線で繋いでみました。 正確にそれが表現してあるということです。そして色を落としてみますと、先ほど見えましたように、山と平野部が正確に描かれているのがわかります。上がダヴィンチの描いた地図です。下が実際の写真です。高度2、300キロないと、このようには見えないということですね。で、ダヴィンチの描いた地図はですね、真上から見て描いた地図ではなくて、斜め 情報から見て書いた地図だということです。で、当時は交通事情も悪かったのでしょうけども、こうした地図が残っているということです。つまり人間には書けるはずもない地図だということです。モナリザについても同じようなことが言えます。まあ、地図をマクロの 作品とするならば、モナリザはミクロの作品ということになります。アイルワースのモナリザです。で、当初この両者を比べているときに、それに気がつきました。ほんのわずかだけ動きがありますね。頭の髪の毛の分かれ際を見ていただきますと角度がやや違います。そして、あとは全く同じだということですね。 まあそうした部分から、まあ私はですね、これらが写真技術を使って作られた絵であるというふうに判断しました。上は板の上に描かれています。下はキャンバスの上に描かれています。ですから、風合いがやや違いますが、同じだということです。で、モナリザの特に襟の部分ですね。その襟の部分には1ミリの半分、 1.5 1の半分ですよ0ミリもしくは0.3ミリの線が書かれています。そしてその線は複雑に交差し、そしてその線には影までつけられています。筆で書いたのではなくて、細かい筆で点々点々と点をつけて書いたと言われています。つまり現在の私たちが使っているプリンター方式だということですね。で 皆さんも一度してみてください。1ミリの半分のラインで交差して、そしてそれに影までつけることができるかと、私は何度もやってみましたが、ほんの一部でも私にはできませんでした。というようなことから、このモナリザーは人間によって少なくとも筆のようなものを使って描かれたものでないと判断しました。 左がモナリザです。右がアイルワースのモナリザです。明暗を書いてあるだけで全く同じなんですね。すなわち、右の方は明度を上げたために、まあ細かい細い線が消えています。が、よく見ると同じだということですね。まあ下に私の顔って言いますか、イラストを並べておきましたけれども、左の写真の明度を落としたのが、右の アイルワースのモナリザだということです。まあ、そこに気がついたときに、私はこれらの絵はですね、人間の手によって描かれたものではないと判断しました。この絵襟の部分ですね。で、この上のモナリザの方ですね、は今も言いましたように、1ミリの半分、あるいは3分の1の太さのラインで描かれています。 この部分なんかはもう 0.3mm ないと思いますよ。そしてよく見ていただくとわかりますように線が交差してますね。そしてその線を拡大してみますと、なんとその線には陰影までつけてあるということです。まあ、モネサって言いますと大きな絵のように思っていらっしゃる方も多いかと思いますけども、小さな絵なんですね。私もこんなに小さい絵だとは思っていませんでした。で、このラインの大きさを知るために、 こうして分割していって太さを計算してみました。そうした作業も1526の方でしてみました。このラインですね。で、この黄色い枠が 1.5×1.5 ミリですよ。センチではなくてミリですよ。そしてその幅は太く見ても0.5ミリあるいは0.3ミリかもしれません。ともかくもそんな幅の線でこうした 絵が描かれていいるととうことです。そしてですね、大変よく似てるとはいえ、よく見ると、ギリシャ彫刻って、私が発見したように、ほんのわずかだけ動きがあるのですね。この部分にそれが現れています。つまり、やや時間差を置いてデータを取られているということです。ここまで似せて作られていながら、書かれていながら、 しかし、動きがあるということですね。で、やはり同じように、念のためにこう喋ってみました。今の線の太さが0.5ミリです。で、まあ、0.5ミリないかもしれませんね。これ、あの、黄色いのが 1.5×1.5 ミリですからね。さらに下の細い線はもっと細いですからね。で、0.3ミリという数字が出てきました。そして、ここを見てください。0.3ミリの線でですね、その、 線が交差しそしそて陰影までつ,けてありま,すつまり書けるか書けないかということはあなた自身の問題として考えていただければその答えが出てくるのではないでしょうかただモナリザと右のアイ,ルアイルワースのモナリザとではやや模様の模様が違うようです明度を上げてアイルワースのモナリザを作った ということになります。で、私たちがよく知っているあのダヴィンチの肖像画について結論を出しておきます。これが元のデータベースです。これらの絵はすべて一応、リオナルド・ダヴィンチが書き残したものだと言われています。中央の人はメンと紹介されています。そしてその絵を元にして、下、右のですね、 私たちが知っているダヴィンチの肖像画が捏造されました。細かいところを精査していきますと、全く同じなんですね。まあ見た感じ同じだということもわかります。そして、下の右のですね、ダヴィンチの髭の下にはですね、いわゆる輪郭まで見えているということです。薄く見えています。すなわち、髭を後で描き足したということです。 この肖像画は偽物です。で、もう一枚、ダヴィンチには肖像画が残っています。これは、ルカ・シニョレディです。7歳当時、ダヴィンチより年上でした。みんな私たちがダヴィンチの自画像と呼んでいるものです。この両者は、鼻の太さと長さ、そして、 ヒゲを除いて全く同じです。ただ今も言いましたように7歳年上ですから7歳年上らしくは表現してあります。上、まぶたのたるみ、あるいは目尻のシワなどにそれが見られます。が基本的には全く同じだということです。まあ、この称号も1902号でしてみました。で、ダヴィンチの花を死ぬれにくっつけヒをくっつけますと、それはそのまま ダヴィンチの顔になるということです。つまり、私たちが知っているダヴィンチの別のもう一枚の肖像画も、捏造された肖像画ということになります。二枚の肖像画が偽物であるとするならば、リオナルド・ダヴィンチが存在していたという直接的な証拠はないということになります。 で、これがアンドレア・デル・ベロッキオですけども、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前も捏造されたものではないかと私は疑っています。英語名で書いた上がアンドレア・デル・ベロッキオです。あくまでも英語名ですよ。で、それを並び替えていますと、そのままレオナルド・ダ・ヴィンチとなります。ただ、右から3文字目の H だけは 下のレオナルド・ダヴィンチの中にはありません。がしかし、それを H を除けば、全く同じなんですね。なすなわち、アンドレア・デル・ヴェロッキオという画家の名前をですね、の名前の文字を入れ替えてできたのが、レオナルド・ダヴィンチということになります。つまり、名前も捏造された可能性があるということです。これは、 偶然ということもあり得ますので、ペンディングということにしておきます。ともかくも、このように一致するということですね。H だけを除いて一致するということです。そして、ベロッキオはダヴィンチよりも17歳年上でした。イエスの洗礼を共に一緒に書いたというのではなくて、一人の 別の画家が書いたものを二人の名前で発表したのと,と私、林博史は判断しています。まあ、ここで三人の芸術家の名前が出てきます。アンドレア・デル・ベロッキオです。1435年生まれですね。で、ルカ・シノレイです。 そしてレオナルドダ・ヴィンチで,すで、アンドレア・デル・ヴェロッキオとダヴィンチの年齢差は17歳。ルカシノ・ヌリリとダヴィンチの年齢差は7歳ということになります。で、この中で、誰がボスかということになるわけですけども、私はアンドレア・デル・ヴェロッキオだと判断しています。この一枚のセント・ジェロームの絵が、まあ、その証拠ということになります。 これがアンドレア・デル・ベロッキオです。極めて聖地で、まあ、写真のようにというか、写真そのものですね。そして、このセント・ジェロームは人間ではありません。まあ、その証明も1902の方でしました。で右側、右が一応、レオナルド・ダビジアンチがん書いたと言われているセント・ジェロームです。 特に花の先などを見ていただきたいと思うんですけども、全く同じなんですね。で、左のベロッキオの描いたセント・ジェロームの方がより正確で聖地だということです。で、右の方はリオナルド・ダ・ヴィンチですね。まあ、当然、リオナルド・ダ・ヴィンチがベロッキオの絵を真似したということになるわけですけども、しかし、右のセント・ジェロームの目の中には、 トカゲななどにしかない,って言いますか、ね、人間にはない、えー、瞬膜というのも描かれていますで。左の方は毛穴まで表現してあるということですねで。私はこの3人の中ではアンドレア・デル・ベロッキオがボスであると考えていますで。私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなるいわゆる、まあ、架,空の架空の画家ですよね。 そして、あやつり人形はですね、えー、ルカシヌレリを元にして作られた、まあ、芸術家ということになります。で、この両者はイエスの宣令を書いていますけども、両者が書いたのではなくて繰り返しになりますけども、まあ、二人の名前で発表したということになります。 で、1500年後のイエスの話をしておきます。ミケランジェロも1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。その代表作と言われているのがこのペータ像ですけども、向かって左側のイエスの右腕を見てください。奇妙なコブがあるのに皆さんもお気づきになると思います。このコブですね。で、このコブは何かってことを調べました。 このコブに注意してください。このコブが謎を解く鍵になりました。奇妙なコブですね。ボコボコと、まあ、人間にはないコブがこのように表現されています。これと同じコブがですね、カッシナの戦いの右下の人物に描かれています。頭に鼻かむりをつけています。まあ、このカッシナの群像の中の 王であることを示します。そして、この腕を大きく反転していますと、その腕は、先ほどお見せしました、ペータ像に彫り込まれているイエスの腕と一致します。なおち、このような形で、1500年後にイエスは、ミケランジェルという操り画家を通してですね、芸術家を通して、この両者は同じ人物、なわち、イエスであることを示しています。そして、リオナルドも同じような解剖図を残しています。 人間にはないコブがあります。そしてこの上腕のところにはヒレのようなものがついています。中央の絵にも同じように描が描いていますよ。そしてこのコブを見てください。同じですね。なあち、この両者がここで一致するわけです。右はレオナルドが描いたと言われている絵です。左はミケランジロが彫ったと言われているペーター像です。で、ここに皆さんにお見せするのが、これが2000年前の イエスですその証拠に、今言いましたように、頭の戦いの右下に出ているこの人物と、この右の方の人物はですね、パーフェクトに一致します。つまり、このような形で、1500年後のイエスは、これらの人物は2000年前のイエスであるということを示しています。もちろん処刑されて、処刑されたイエスは、あれは替え玉です。その替え玉も別のところで、 カイ玉説も別のところで証明しました。ともかくこの人物がカシナの戦いの右下に描かれている人物です。頭には鼻かんぶりをつけています。王であることを示します。なあち、これがイエスだということになるわけです。そして、並べています。同じですね。そして、ペータ像の中に描かれているイエスとコブで繋がります。こうしてこの三者はイエスであることがわかります。なあち、 2000年前のイエスということになりますそして1500年後のイエスはルネッサンスの時代に復活しましたカシナの戦いをもう一度見てくださいこの中には数字が隠し込まれています7502です こうした数字をとって、レオナルドは67歳の5月2日に死んだことにしました。この絵が描かれた時にはまだレオナルドは生きていましたから、彼の死亡日も捏造されたということになります。そして両側の7、7を加えますと、イエス復活聖書という意味になります。すなわち、イエスは聖書にのっとり復活したという意味です。つまり、1500年後のイエスは、 イエス自身であったということをイエス自身がこのような形で私たち人間にメッセージを残したということになります。そしてその7502の,の数字をとってダヴィンチはその後67歳の5月2日に死んだということになりました。つまり死ななかったということですね。 で、結論と言いますか、まとめということになります。レオナルド・ダヴィンチなる芸術家はですね、人間には描けるはずもない地図を描いていたということです。そして、人間には描けるはずもない絵を描いていたということです。そして、その肖像画は捏造された ものでであるとということです 3D もしくは 2D のコンピューター技術を使って描かれていました。で、もう一枚の肖像画もルカ・シノレリの肖像画をもとにして作られた偽物であるということですね。つまりルカ・シノレリの顔に大きな花とひげをつけたのがダヴィンチだということです。そして、 その名前もどうやら捏造されたものらしいということ。そしてその親分は、ボスはアンドレア・デル・ベロッキョであった可能性が高いということです。ミケランジロも操り人形でした。そしてこの両者を通して、1500年後にイエスは私たちにメッセージを残しました。イエスは 聖書により復活したと同時に、ダヴィンチナルカカは67歳の5月2日に死んだことにすると。つまり、レオナルド・ダヴィンチが存在したという証拠はどこにもないのです。本当に存在したのであれば、このような小細工はする必要はなかったはずです。なわち、レオナルド・ダヴィンチは存在していなかったということになります。これが、私、林博氏が発見した Bye. these three artists, Andrea del Verrocchio, Luca Signorelli, and Leonardo da Vinci were puppet artists concocted in the Renaissance by. Jesus Christ after fifteen hundred years. As to Leonardo da Vinci, he was a fictitious artist and he did not even exist or a disguised artist of locationality with a large nose and a long beard. Most probably you may reckon that I am out of mind. Before you make a surprise when I say so, saying that Hiroshi Hayashi is crazy. I know that, but then I would like to ask you to give me eighteen minutes before you think so and you draw your own conclusion. Eighteen minutes through which you may know that our history itself has been concocted. And you may know there is another version of human history which we don't know, besides the history we know. This is not a matter whether you believe in me or not, but a matter whether you accept this fact or not, since I show you only visual evidence. Then I say here again that these three artists. Andrea del Verrocchio, Luca Cinarelli, and Leonardo da Vinci were puppet artists concocted in the Renaissance by Jesus Christ after fifteen hundred years. As to Leonardo da Vinci, he did not even exist or a disguised artist of Luca Scinarelli. アンドレア・デル・ヴェルキオ、ルカ・シニレッリ、それにレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家たちはルネサンス期に現れた1500年後のイエスの操り人形でした。特にレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は架空の芸術家で存在すらしていませんでした。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家はルカ・シニレッリの一人二役の あやつり人形。ルカシノレディの顔に大きな鼻とひげをつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチでした。もっともこんなことを言えば皆さんは驚くより前に私の脳みそを疑うでしょう。あやしひろしは狂っているとよくわかっています。だったら18分間だけどうか時間をください。その18分間で あなたはこう思うようになります。私たちの歴史は捏造され、そして私たちが知らなかったもう一つ別の別バージョンの歴史があったのだと。これは私を信ずるとか信じないとかという問題ではありません。事実を受け入れるかどうかという問題です。私はここで目に見える事実のみを皆さんにお見せします。 その上で私はもう一度ここでこう言います。アンドレア・デル・ベロッキオ、ルカ・シノレリ、それにレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家たちはルネサンス期に現れた1500年後のイエスの操り人形でした。特にレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は架空の、架空の芸術家で存在すらしていませんでした。 つまり、レオナルド・ダヴィンチなる芸術家は、ルカ・シノレリの一人二役の操り人形。ルカ・シノレリの顔に大きな鼻と髭をつけたのが、レオナルド・ダヴィンチでした。広し林、ハママ・シティ・ジャパン。最初に、私、林広が発見した、 アンドレア・デル・ベロッキオと、レオナルド・ダヴィンチの不思議な関係について話しておきます。アンドレア・デル・ベロッキオです。アンドレア・デル・ベロッキオの英語名はこうなっています。レオナルド・ダヴィンチの名前はこうなっています。で、調べてみますと、アンドレア・デル・ベロッキオという名前の文字を 並び替えてできたのが、レオナルド・ダヴィンチという名前になっていることがわかります。順に文字を称号していきます。これは偶然なのかという問題ですね。あるいは偶然で、でもですね、あり得る 確率で起こる偶然なのかということにもなるわけです。V. と V. V. がここで一致します。つまり。アンドレアデルヴェロッキオ。という名前の文字をですね。入れ替えてできたのが。レオナルドダヴィンチという名前だということです。 で、その次の H だけが、レオナルド・ダヴィンチの方にはありません。飛ばします。あとは、このように、パーフェクトに一致します。果たして、これは偶然なのでしょうか偶然と言い切って良いものなのでしょうか私は、レオナルド・ダヴィンチという名前はですね、アンドレア・デル・ベロッキオという名前を元にして、捏造された名前であるというふうに判断しています。で H についてですけども、イタリア名は茶色字のようになっています。発音記号の方を見ますとですね、Verrocchio となっていて、H は特にあるようにも見えませんね。すなわち、英語名にするときに H を挿入したのではないかと、私、林宏は考えています。まあ、このように一致するということですね。で、アンドレア・デル・ヴェルキョとレオナルド・ダ・ヴィンチの老いたちなんですけども、 アンドレア・デル・ベロッキの方の方が年上ですね。7歳、17歳ですかね、年上ってことになります。ですから、アンドレア・デル・ベロッキの方の名前をもとにして、レオナルド・ダヴィンチの名前ができた可能性があるということになります。 次に、やはり、私、林博士が発見した、ルカ・シノレリと、レオナルド・ダヴィンチの不思議な関係についても説明しておきます。左がルカ・シノレリです。右が、レオナルド・ダヴィンチです。当時、実際、ルカ・シノレリの方がですね、レオナルド・ダヴィンチより7歳年上でした。7歳年上でした。そうした年齢差が、この両者の肖像画の中にも、 表現されています。は、まぶたの、まあ、垂れている様子、あるいは、目尻のシワなどにそれが表現されています。やや、右の、レオナルド・ダヴィンチの方の、にはですね、ぼかしが入っているような感じがします。で、この両者を比べてみますと、鼻の大きさと髭を除いて、あとは、全く、全く、全く同じです。 ここが重要なポイントですから、皆さん自身で確認してください。特に向かって右側の左目の周辺あたり、って言いますかね、そのあたりに注意してください。が、大変奇妙なことに、この絵の中でも、それだけ似ているにも関かかわらず、7歳の年齢差を、が表現されているという点です。つまり、同じ、ほぼ同じ時期にできた、 肖像画ということになります。そして今も言いましたように、レオナルドの大きな花をシノレリにくっつけ、ひげをくっつけますと、この両者は全く区別で,できません。そして貼り合わせてみますと、ぴたりと一致します。つまり、ルカ・シノレリとレオナルド・ダヴィンチは同一人物、一人二役の操り人形であったということがこれで証明されます。もう一度詳しく、 精査しています。上がルカシノレッリ、下がレオナルド・ダヴィンチです。上まぶたの垂れなどにですね、7歳の年齢差は感じます。しかし、それを除けば、この両者は全く同じだということです。皆さん自身でしっかりと確認してください。これが事実だということです。 まあ上の方はですね、シノレリの方は繰り返しになりますけども、7歳年上であるという、まあ、部分でやや表現の仕方が違うということですね。またそれが正確に表現してあるということです。つまり、ルカシノレディイコールレオナ,レオナルド・ダヴィンチということになります。 ルカ・シレデリの方が、レオナルド・ダヴィンチよりも、早く生まれて、そして後に亡くなっています。つまり、ルカ・シレディがリが、レオナルド・ダヴィンチに変装することはできても、レオナルド・ダヴィンチが、ルカ・シレデリに変装することはできない。つまり、ルカ・シレデリの方が元で、そして大きな花とひげをつけてできたのが、レオナルド・ダヴィンチということになります。レオナルド・ダヴィンチ、架空生説。 架空の芸術家説はこのようにして生まれました。バイ、林広史です。左がルカシネオレッディ。右がレオナルド・ダヴィンチです。繰り返しになりますけど、ややぼかしが入っている感じがします。そしてもう一度、こうした、まあ、小さな部分を比較してみてください。同じだということです。つまり、右のレオナルド・ダヴィンチなる あやつり人形はそもそも存在しなかったということになります。まあこれら両者はですね、一人二役で1500年後のイエスのあやつり人形として人間との接点で動,、まあ、動いていた人物ということになります。1500年後のイエスが描いたり作ったりした作品をこうしたあやつり人形画家たちが人間との接点で まあ、売っていたか、あるいはそのアジェンダを人間に伝えていたということになります。バイ、林、博史、説です。で、1445年にシノレリは生まれたことになっています。その7年後に、レオナルド・ダヴィンチが生まれたことになっています。繰り返します。大きな鼻とヒゲを、シノレリの顔にですよ、大きな鼻と長いヒゲをつけたのが、 レオナルド・ダヴィンチだということです。なあち、レオナルド・ダヴィンチなる芸術家は存在しなかったということになります。皆さんがご存知のあの老人になってからのレオナルド・ダヴィンチなる肖像画は 3D モデリング方式によって作られた捏造肖像画ということになります。これがルカ・シノレディです。そのルカ・シノレディの鼻に大きな鼻をつけ、そしてげをつけたのが レオナルド・ダヴィンチということになります。繰り返します。レオナルド・ダヴィンチなる操り人形としてのですね、芸術家は存在しなかったということになります。で、話を戻します。アンドレア・デル・ベロッキョです。そして、レオナルド・ダヴィンチです。先ほどお見せしましたように、 アンドレア・デル・ベロッキオの名前を入れ替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチだということです。アンドレア・デル・ベロッキオの,の方が17歳年上です。ですから、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の方がですね、アンドレア・デル・ベロッキオの名前を使って作られた名前だということになります。まあ、このような形でも、レオナルド・ダ・ヴィンチという画家がですね、 え、操り人形として働いたわけですけども、存在しなかったという一つの傍傷にはなります。まあ、こうして称号していきますと、それがわかります。繰り返します。アンドレア・デル・ベロッキオという名前をもとにして、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前ができたということです。こうした言葉の遊びといいますか、文字の遊びというのは、中世以後、あるいはその前後かかもしれませんけれども、西洋では広く行われています。 で、H については、イタリア名の方にはありません。で、発音記号を見ますと、アンドレア・デル・ヴェロッキョで、えー、いわゆるまあ、H が必要であったかどうかという部分でですね、私はこの H は後から挿入したものではないかと考えています。確たる証拠はありませんけども、まあ、ここまでね、偶然の一日は荒れない確率で、まあ、こうした事実が浮かび上がってきますと、H も、 そうした流れの中で挿入されたのではないかと私、林博士は考えています。で、アンドレア・デル・ベロッキョについては肖像画が残っていませんが、しかし諦めてはいけません。以上は、偶然という言葉でまだ片付けられる範囲の事実ということになります。が、これからはそうではありません。 アンドレア・デル・ベロッキオ、ルカ・シネョリティ、それに、レオナルド・ダヴィンチです。これら3人の芸術家たちは、1500年後のイエスの操り人形として働きました。が、この中で、この3人の中で、誰がボスかといえば、私はアンドレア・デル・ベロッキオを挙げます。一番、まあ、当時においてですね、年上であったということだけではなくて、 アンドレア・デル・ベロッキオという名前で大変まあ、精緻な絵画が描き残されています。セント・ジェロームということになっています。これはアンドレア・デル・ベロッキオが描いた絵ですけども、この絵は1500年後のイエスであると私、林許は判断しています。その証拠はこの続く動画の中で皆さんにお見せいたします。まあこれがアンドレア・デル・ベロッキオに描いたセント・ジェロームです。 このアンドレア・デル・ベロッキョの書いたセント・ジェロームは人間ではありません。人間ではありません。その証拠が目の中に残っています。向かって左側の目に注意してください。えー、目尻のところでラインが一致していませんね。目の中に目がある。といった感じです。まあ、このような特異な 下、まぶたをしていたとも考えられます。今、黄色で示したところが目尻です。ですから、ラインはここに収まっていなくてはなりません。また、この絵全体が写真のように正確で、眼球の上には白い光が描かれています。これがアンドレア・デル・ベロッキオのセント・ジェロームです。右がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームです。この両者は全く同じです。やや角度が違います。ポーズが違いますね。右の方はやや口を開いています。 やや傾きが違うということですね。そして左の方がやや若いということです。で、こうして両者を比較してみますと、全く同じなんですね。特に耳というのは指紋のように個人差がありますから、照合するときには大変便利です。その耳も同じだということです。小さな小鼻から大きな頬骨、割れた顎、割れた鼻先。 まあ、リオナルド・ダヴィンチの特徴を皆、このように兼ね備えています。まあ、リオナルド・ダヴィンチというよりもね、2500年後の当時としては、1500年後のイエスということになります。中深く比較してみてください。まあ、この目を見てですね、人間の目と思う人はいないと思います。そして右の、えー、リオナルド・ダヴィンチの描いた、 ジェロームの目の中には、瞬膜といって、トカゲなどの動物に見られる膜が描き込まれています。その証明も別のところでしました。そして大変奇麗なことに、左のベロキオの描いたこのセントジェロームには、毛穴まで正確に表現してあります。キャンバスの横線が入ってますから、ちょっと見にくいかもしれませんけども、注意深く見てください。左がベロキオの 聖ジェローム。みんダメージの書いた聖ジェロームです。この両者を比べてみますと、左の絵の方が聖地で、精細で、完成度が高いということです。つまり、こういう点からも、ベロッキョがボスであると、私は、林宗は、ボスであったと、私、林宗は判断しました。当時としてはあるはずもない白い光が、この眼球の上に描き込まれています。 まあこうして細部を見ていきますと、この両者は全く同じであるということですね。まあこれをどう解釈するかは皆さんの判断ということになりますが、しかし、ベロッキオイコールダヴィンチと考えれば、この謎は綺麗に解けます。そしてこの両者は二人で力を合わせて、あのイエスの洗礼の絵を描いたと言われています。 二人で力を合わせたというよりも、一人の、まあ、操り人形画家がですね、二つの名前を使って書いたと考えるのが自然だということになります。まあ、これら両者がですね、ベロッキオに書かれたか、あるいはレオナードに書かれたか、あるいは1500年後のイエスによって書かれたかということになってきます。繰り返しますが、ベロッキオの方が当時、 の年齢においては、ダヴィンチよりも17歳年上でしたつまりレオナルド・ダヴィンチが存在したという証拠は何もないのですこの向かって右側の肖像画はインチキですそして同じようにこの肖像画もインチキです私たちがダヴィンチの肖像画と思い込んでいるこの肖像画もインチキですもし本物なら こうしたインチキな肖像画を用意する必要などなかったはずです。またそれを良しとはしなかったはずです。そして今回、名前もどうやら捏造されたと言いますか、アンドレアデルベロッキョの文字を並び替えて作られたインチキである可能性が出てきました。繰り返します。レオナルド・ダ・ヴィンチが存在したという証拠は何もないのです。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチは存在しなかったということに、 Narimas Bye. An artist named Leonardo da Vinci was a concocted artist in the Renaissance who did not exist. I, Hiroshi Hayashi, here again claim that an artist named Leonardo da Vinci did not exist. Leonardo da Vinci was a disguised Lucasinolelli, another puppet artist for Jesus Christ after 1500 years. Here I show you its evidence to prove this fact. ルネサンスにおいて、レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家は、捏造された芸術家であって、かつ、存在しませんでした。存在しませんでした。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチは、1500年後のイエスに操られたもう一人の操り人形であった、ルカ・シノレッリの一人二役の芸術家だったということです。 それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広しはやし、ハママシティ、ジャパン。ルカ・シヌレディとレオナルド・ダヴィンチは一人二役のつまり同一人物でした。しかも、ルカ・シヌレディの方がですね、早く生まれてダヴィンチの後に死んでいます。 そして、ダヴィンチの方は、鼻が大きくて、そして、ヒゲがあります。つまり、ルカシネレディがダヴィンチに変装することはできても、ダヴィンチがルカシネレディに変装することはできません。では、順に検証してみます。まず、この絵を見てください。左端の下にいるのが、ルカシネレディの自画像です。で、この自画像と、 私たちが知っているレオナルド・ダヴィンチの自画像と比較してみます。ルカ・シノレリとレオナルド・ダヴィンチが同一人物であることをですね、皆さんにも分かっていただけると思います。そして、この生まれた年を見比べていただくと分かりますように、ルカ・シノレリの方が7歳当時年上だったということになります。ですから大変奇妙なことに、 この絵の中に表現されている二人もちょうど7歳程度の年齢差があるように見えます。は、まぶたのたるみなどにそれが表現されています。あるいは、目尻のシワなどにもそれが表現されています。しかし、鼻を除くと後は全く同じなんですね。もちろん、右のダヴィンチの方にはヒゲがあります。まあ、比べてみると、シノレリの鼻よりも 大きくて長いって言いますか、高いですね。で、こうして、ここが今日重要なポイントですから、皆さんにしっかりと確認しておいていただきたいと思います。拡大して比較してみます。で、こうして比べてみますとですね、顔というのはですね、まあ普通は違いがないという点で同じというふうに判断します。が、しかし、これら両者は そのレベルを超えて同じだということです。特にこの向かって右側の二人の左目周辺を比較してみてください。大変よく似てれてますか同じであることに皆さんはお気づきになると思います。ただし、右の方はややぼかしが入っています。上まぶたのたるみで7歳の年齢差を感じます。まあ、しかし、同じ人物なんですね。で、目の周辺を拡大して比較してみます。 上がシンロレディ、下がダヴィンチです。で、目の周辺を見てもですね、違いがないという点で同じだということです。眼球の位置、そして、まあ、下まぶたの表現方法ですね。そして目の付け根など、やはり違いを見つけることができません。左の方はですね、やや上まぶたが下がっています。まあ、年齢差をこのように表現したものと、林博は判断しています。 つまりこれらの絵はですね、同一時期でますか、に描かれたということになるわけですよね。ちょうど実際の年齢差が7歳あるということですから、絵の上でもちょうど7歳の年齢差があるように表現されているからです。そしてこうして比べてみますと、上の絵にひげ、そして鼻を付け足した絵が下の絵だということになると、皆さんもお気づきになると思います。つまり、死のれりと、 ダヴィンチは一人二役のいわゆる同一芸術家であったということになります。兄弟とか双子とかそういうことは考えられません。つまり、ルカシノレリの方が先に生まれていたということにもう一度注意してください。ルカシノレリの方が7歳年上ということになっています。記録上はね。そして比べてみますと、これら両者は同じ人物である。 シノレリは1445年、ダヴィンチは1452年に生まれています。そして、シノレリの方がダヴィンチより長生きして、ダヴィンチより後に亡くなっています。ということになっています。まあ、こうした事実をですね、積み重ねていきますと、冒頭で申し上げたような結論になるというわけです。もう一度、年代表を見ていただきたいと思います。シノレリの方が先に生まれて、ダヴィンチより後に亡くなっています。 一人二役の芸術家であったとするならば、シノレリの方が主で、ダヴィンチの方が重ということになります。しかも、後で説明しますが、シノレリとダヴィンチは同じ思想で同じような絵を描いています、えー。セント・ジェロームの絵などは区別がつきません。なわち、シノレリとダヴィンチは同じ思想、同じ考え方を持っていたということです。で、結論ということになりますが、 左ががシノレリ、右がダ・ヴィンチです。これら両者は顔を比較して見てわかるように同一人物すなわち一人二役の芸術家であったということになりますそしてダヴィンチの鼻をですねシノレリにくっつけてみますそしてダヴィンチのひげをシノレリにくっつけてみますするとこれら両者は7歳という年齢差はありますけども 同一人物になるとということで,すで、す変装するとしたら、シノレディがダヴィンチに変装することはできますが、ダヴィンチがシノレディに変装することはできません。なあち、シノレディが大きな花を自分にくっつけ、ひげをくっつけたのが、レオナルド・ダヴィンチということになります。なあち、私たちが知っている、レオナルド・ダヴィンチという芸術家は、シノレリの一人二役のも,のもう一方であって、 そして存在しなかったということになります。今つ、まあ、つけばな、つけひげをつけてみましたが、こういうことになるわけですね。この両者は同一人物、すなわち一人二役の芸術家であったということになります。あと考えられるのは双子の兄弟であるとか、まあそういったことですけども、それはあり得ません。もう一度、このシノレリを見ていただきたいと思います。 このシノレリこそがダヴィンチの原型ということになります。鼻を大きくして髭をつけたのが私たちが知っているレオナルド・ダヴィンチということになります。皆さん、レオナルド・ダヴィンチという芸術家は存在しませんでした。シノレリというのは1500年後のイエスに操られた操り人形であったわけです。その証明は続く動画の中でします。こうして1500年後のイエスがですね、 芸術家たちを利用して、まあ、自分の教え、思想を広めようとしていたということです。まあ、続く動画の中でその証明をさらに深めたいと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!